映画の舞台となった鹿児島の魅力を私の声と俊也くんでお届け、徳園俊也くんぶらり旅。今日も阿久根駅周辺を歩いていると、なんかおしゃれな店があります。あら、おしゃれな店発見。たい焼きとお土産の店、特殊な構成だね。ってことでお土産も物色。阿久根名産のものがたくさん置いてあるね。うわ、美味しそう。ここで食べれます。はい、食べれますよ。たい焼きセットであります。たい焼きセットで、まずはたい焼き。飲み物が、じゃあみかんジュース。みかんジュースで。阿久根のみかん美味しいんだよね。美味しそう。美味しそう。中行っていいですか。たい焼きを作るところも見せてもらいました。これはもう間違いないでしょう。うまそう。さあ食べるぞ。あれ、お詫び申し上げます。実はこれカメラの不具合で食べるところが撮れておりませんでした。がっかりさせました。ごめんなさい。ほら、美味しそうだ。この美味しさぜひお店で体験してください。ほんとごめんなさいね。みかんジュースの感想だけは聞けました。試食の映像残ってなくてごめんなさい。あ、この可愛さに免じて。阿久根駅いわしビル、ぜひお店へ。せーの、家族色。映画何見たい？家族色。私も家族色。だったら一緒に家族色。家族色、11月30日全国ロードショー。見に行った家族色。